んか姿勢をちゃんとして、最近やってるのは彼女のこう来るのね、こう来るの、ここを狙ってるのね。これいなくなるから、やってるのね。で、いなくなるから、ね、でこの間やったのはなんかこうグンってこうね、こうやってやった瞬間彼女について止まったよね。そしたらこうなんか外してこうやるとか、そういうのやったんですけど、まあ基本的にはいなくなるっていう、最初にやった方がいいかなと。こう来るんだから、それをあちらに流すっていうか、線を外して流す、そういう感じ。こう来たよ、線を。だから線を外すときにこう回っていくんじゃなくて、この自分の中に吸収してるっていうか、こう吸収して、それでいなくなる。こういなくなる。ここを通過して、ここにいなくてもいい。だから殴ってきてもらうにしても同じ。こう来てる。で、足は適当、足は適当。何しろいなくなる。こう入れる。こうなることだから。こう来たの、中心に向かって来たのが、ここ小さい円でクリーンってこう見た。そういう形ですね。小木原さんに触発されて、ちょっと横目やろうかなと思って。まあいいや、あの、まあ今のやつね、吸収ってこう、この、ここカチンカチンしてたら吸収にならないから、ここやらなくて、自分からこう近づいてくる感じ、自分から吸収に入れちゃうって感じの方がいい。こう来たらこう、ここに入れちゃう。そして、これを妨害しないで、こう入れ替わっちゃう。そうすると、彼がこう、最初の意識は、こう来た意識は、この手はここにぶつかってくる感じ。で、自分の手はぶつけないで、ここに歯にぶつけないで、こう来たから、ね、こう来たからこれを避けて、こう出した。そういうふうにやった方がいいかなと思って、ね。そうすると中心、この円が小さくなって、クビンって回れるのね。こういうふうに回ってるわけじゃなくて、ここになる。こう自分に近づいちゃって、クビン。そういう意識の使い方の方がいいかなと思って、ね、でこうねこうやってくれればこう投げとか、こうやってこう来たとこっち来ればこうだ外も同じね、内もこう来たらこうね、こうちょっと失敗だけどこう来てんのとこう来てんのと同じじゃないですか、外側も内側も。で、それの稽古として横目打ちのね、こういう横目打ちあるんだけど、これも、この手を自分に吸収してくるために、こう。そして、こう打ってくるんだから、これをこういうふうに、なんていうのかな、妨害しない。彼のことを妨害。だから標的見せろってよく言いますけど、標的見せて、この手妨害。なんとね、よくやってんの。こうやって、これは無理だから。僕なんかは、ほら、強い人がバチンってやって、こうやって、あとバチンってやって、こうやって、こういう形でやりますよね。それ無理なんで、打たせちゃって、標的見せて打たせちゃって、それを、こう、そのまま、こういなくなって、そういうふうにしてやってるんですよね。で、これ、こうやって止めよう。こうやって。ジンで入れとかってガッツリこういうのは僕は無理だから、むしろそれだったらこうね、出しちゃって見ながら、そういう方が自分としてはいい、そういうやり方の方がいいような気がします。ガツンってこの無理だからね。だからこう来てはこうね、いなくなってこう印象的に出てきたらいなくなって、こう打たせちゃって資格もらう、指示打たせちゃって資格もらう、そういう感じで、仕事の間だろうか、こう打たせちゃって、この時にここでぶつけない、これ打たせるっていう意味はこういう打たせる、はい、ちょっと打たせる意識でやってみましょうか。今ね、こういうじゃなくて、
これ止めた瞬間に来るからこれね、これ必ず。だからこういうふうに打たせてると思う、打たせちゃってその間に下のもらう。ここの手は妨害しないの、ここの手は、この手は妨害してないの、ちょっと開いてないの、妨害しないで、ね、こういなくなって、いなくなって、で、四角丸。で、こうに来てんだから、こうに来て、こう。まあ、この相手を尊重してるって感じだよね、割と。だから、相手を妨害しないで尊重して、相手の打ってくるのを、こういうふうに、で、四角丸だったんだ、そういうふうに。で、ここは何もしてないのだから。そういうふうにやってるんですね。で、これができるようになると、こう後ろ入ってこう、まあ、後ろ入ってこうね、こうガッとできるとかさ、これ妨害してないから、ほら、こう今、後ろ入れるね。これ妨害して入ったりとかね。だからこう妨害しないで、こういうふうに後ろから、そしてね、いろんなさばきができます、ね。こう来て、こう、ちょっとこう、ここからいろいろさばいて、ここ、こうやらないで、出せて、こういう感じです。で、もう一つやめたら、ここ、ここ入るの、せんでもらうの、さっきこきゃらやったね、やったのね、せんでもらうの。で、せんでもらうと、こうなるね。で、ここいなくなるの。これ、尊重してから。このまま行ったらやられたの。でも、彼尊重。こうに入った。これ、来た時に、こうなるよね。来た時に、パッと出たと止まるよね。止まった時に、こうに入った。プロテクトしてね。プロテクトして、こうに。いなくなって、四角もらう。これ尊重してんの、これ尊重してんの、この手こう来るんだから、だからパンってこう、その時にこうやって、この手はこう来る、この手こういうふうにして、四角もらう、パッてやって、パッてやると、パッて、ほら今この手がこう出てきてる、こういうふうに、で、四角もらって、この手は何もコントロールしてない、こういうね、こういう、こういう、そういう練習、こういう、で、四角もらって、で、彼は打つ、いなくなって、パッと、こういう、じゃあこれだけちょっとやってみようかな、なんていうのかな、これこれ、ここなの、ここ。こっちじゃないの。だから、ここにこういう感じ。そして、この手嫌だから、この手。この手当たっちゃうと、このまま来たら当たっちゃうから。だから、こうやってプロテクトして、いなくなってる。と、こうなっちゃう。こういうふうに。まっすぐ、まっすぐだから、彼のここをもらってると、こういうふうに。そして、この手邪魔だよね。邪魔だから、こういうふうに。で、四角もらった。そういう感じなんだけどね。じゃあ、今度はこういうのやるか。パッてきた。パッてここに入る。こっから入って、こう来たら、こう。ね、こう、こう。こう来たよね。こう来て、いなくなったら、すぐここにあるから。こう来て、こう来て、こうなったらやりすぎ、やりすぎたら開いちゃったから、自分が開いてたから、こう、でこのままのさ、ここの、これは正中線、こっち、こうね、こう来て、正中線のまま、この正中線、これ、こう、正中線のまま、正中線のまま、ここに。でこう、こうなっちゃったらやりすぎ、やりすぎっていうのは行き過ぎ、行き過ぎか、やりすぎか、何しろ、こう、ほら、ここ、
お、そして何しろこうやってやらないと、ここに投げないで、こう来たらこう手後ろもらってる感じ、こう来たらこうもらって、ここあごめん、ここね、こういう感じ、まっすぐまっすぐって、ここここで、ま、いなくなったんだけど、いなくなってここね、でこっからこっち行っちゃうと、こう行っちゃうと詰めちゃうから、詰めないでこっちから崩れてからこう、じゃあ取ってやっていこう。なんだ、前にもね、片手上げて、片手を下げると片手上がるっていうこと、こういうのね、こう中心、自分中心でこう、この手下げないと、この手片手だけだと上がらないっていうのがあってね、あったんですよね、言われたんですよね。でこの手上げるためにはこの手下げるって、そういう話だからっていうことは、こういうふうにこういうふうにこういう、なんていうのかな、これこの手だけをこうやってこうやってきて、こうやってこの手だけ上げようってちょっと難しいから、この手も一緒に下げてる、こういうふうに下げてる、この手も効いてるって、この手も効いてるってこと、この手見せてんだけど見える、この手が上げてるの見えるかもしれないけど、この手も一緒にこういうふうにさ、チューみたいにこういうふうにやって、こういうふうにこれ、この手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 、ね、この手この手この手も効いてるってこと、一緒にこうやってるの、こうハンドル切るみたいな、下げると上がるってこと、でそれを結構やりましょう。こう来たら今度今こうね、下げながら上げてるの、こういうふうにこう来てパッとこう入ったよね、じゃあこう下げながら上げて、これ下げながら、これこう上がった状態でこうなっちゃうから、これ下げてるとこうなってくる、ほらこういう、こう来てこれ下げてほら、で下げながら上げてる、難しいよね、どうしたらね、要はこういうことやったらいいかな、どういうふうにやったらいいかな、じゃあいいや、まあいいや、これこっちはこれ、これでこうして、これ下げようか、これ下げながら下げながら下げながら上げる、そこ切る、こう入ってこう入って、これ下げながら、これ下げながら、これ下げながら、これ上げる、これないと、これが下げがないと、こうしてこれね、これ下げないよ、こうなっちゃってる、これじゃ伸びないね、これはね、そうしょうがないから、これをこっちへこう押していったらなんだけど、この下げてくるところ全然来たら上げて下げて、こういうの使えるから、こうやって入ってこうやってね、これ見ても何でもいいんだよ、こうやって持つ、こうそう、こういうふうに、こういうふうに、こう入ってこの手肘をこう持って、こうほらほらこうで、ちょっと上と下のこういう意識も大事、とか上下こういう意識、ちょっとそれ片手で、両手で両手で片っぽ持ってくるよね、そしたらこの手は下げる、この手は上げるって言われる、で自分の正中線、ここでやると持ってて詰まっちゃうから、こうやってやってこう、あ最初に足、そしたら下げるの、これ下げるの、上げるために下げるの、上げるために下げる、上げるために下げるってことね、こうなって、まあ片手でいいよね、こう持ってきたら、まず足輪で入ってこうなった、そしたらこの手を上げるためにこの手を下げる、こうそういう意識で、ちょっとじゃ展示投げみたいな感じだけどさ、こっから行った持って、こっから行った無理なの、だから足だけ先に、そしたらこの手を上げるために、この手を上げるためにこの手を下げる、こう
この手を上げるために下げる。こうするで、こう。じゃあちょっとこれ、両手持ちでやってみようか。ちょっと見てたんだけどね、この手をね、こうやって外してきちゃうと、こっちの手は中心、自分の中心だけど、この手が外れちゃってるの。だから、うまくないっていうかな。うまくいかない場合があるわけ。これ真ん中でこう振り分けてるって感じ。真ん中で真ん中で振り分けると、こう来てこう来てこう来てこう、こうはこうだから、ほらこの上げる手も引くよね。ところがこうなっちゃってると引かないの。これこの手、この手、この手はダメなの。だから振り分けるってこう、ここでこうで、こう縮みなげてんじゃねえ、天地だけでこう横行っちゃったらまずいっていうのは、そういう話。これこっちの手は真ん中、おへその前にしてるけど、この手は外れちゃってるケースが多いからね。だからまっすぐにこういうふうになってれば、こういうふうになるんだね、多分。そういうのがちょっと見受けられたってかな、そういう感じだったんで、こういうふうにこう、ほら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 、これちょっと練習したほうがいいかな。ちょっとここで振り分けるってね、あんまり開かないで、こうやってやる。ほんとこう、よくかって体重使ってこうやってやる分にはいいかもしれないけど、体重になっちゃうから、ね、できるだけここで下げる力を上に、こういう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 、こう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 、そうすると、全然寄りかかんないでできるようになる、なるかなと思うんで、こういう、こういう。これちょっとずれちゃったけど、ずれちゃったけど、本当はこうなってるわけですね。こういうね、もうちょっと、だから本当はこっちかな、こっちかな、分かんないです。あの、彼大きいからね。まあ、だけど、何しろこう立て、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